って感じだね。こうやって移動して、で同時押しで斜め移動。これが視点ね、マウスが。でこれでこうやってこうやるとくるくる回れる。斜め行くときはこう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 。あ、妙だ。もう慣れだね。最近メタで、あ、みんな突っ込んでくるな。あれマジビビったビビったマジでゾンビの声小さないめっちゃ。びっくりしたマジで。これ小ネタなんだけど、これ小ネタでゾンビを誘導するじゃん。ゾンビ誘導するよねこれ。でこれ中入るんですよ。これこっからの判定消えるんで、ゾンビの見てて。あ、これゾンビの判定消えるんですよ。これ押してた。3秒ぐらい止まったらね、ゾンビ目の前で判定なくなるんだよ。たまに金マウ練習したい人はまず何にもゲームとかしてない状態でいいから、毎日 W と ASD はね、もう基本の動きで、どのゲームするにも移動がこれになるから、PC のゲームは。だから、W を押して、D を押して、S を押して、A を押して、はい、もう一回 D を押し、あ、W を押して、D を押して、S を押して、A を押して、で、次は、逆ね。W を押して、D を押して、S を押して、待って待って。おかしくなった。逆は W を押して A を押して S を押して D、 これをこうやってやっとくんだよ。こうやってこれをできるように。で慣れてきたらこうやって逆回りとか
時計回り逆回り時計回り逆回りみたいな感じでこれできるようになるから本当に慣れだからね本当。やばいキスされたキス。スーパーノバーされてるやん。また一人救ってしまって。ああ、兄ちゃん。これ寸止めの強いところだよな、本当に。寸止めだったら出歯使えるもんな。最悪即チェイスになっても、ぶっちゃけ寸止め回復すればいいからな。カバー行ってあげてくれ。派遣派遣もしかしたら回復ポイント欲しかったのかもしれないね。